私から特にございません。お願いします。NHK までにすぐに参加します。国立病院の看護師などによるストライキについてお伺いします。国立病院で働く看護師などおよそ1万8000人が加盟する労働組合が会見を開いて、全国のおよそ140の病院で一斉にストライキを実施するとしました。政府としての受け止めと医療体制の影響についてもお伺いします。はい、報道は承知をしております。独立行政法人国立病院機構とその職員で組織する労働組合は、現在労使交渉中であると聞いておりまして、コメントは差し替えたいと思います。詳細は厚生労働省にお尋ねいただきたいと思います。はい、労働通信社からです。ご覧いただきます。ガザ情勢について伺います。イスラエルはパレスチナ自治区ガザでの休戦間協議のため仲介役のカタールに代表団を派遣すると報じられています。休戦を6週間でイスラエル・パレスチナ双方が人質や拘束者などを解放する内容とされています。一方でネタニヤフ首相は休戦が合意しても避難民が集中するラファへの軍事作戦の否定をしていません。政府としての所感を伺います。はい、ご指摘の報道は承知をしております。今もまさに人質の解放とそして戦闘の休止をめぐって、関係国の仲介によるギリギリの調整が行われております。我が国としてもこうした動きが実現するように関係国と密接に連携しつつ2国間での働きかけや安保理そして G7 の一員としての外交努力等を通じまして環境整備に取り組んでおります。同時にガザ地区の危機的な人道状況を引き続き深く懸念をしております。特に同地区南部のラファハには多数のパレスチナ人が集中して避難をしておりまして、また人々に人道物資を届ける上でも重要な場所となっております。ラファハにおけるものを含めイスラエルの軍事行動につきましては予断をすることを差し控えますが、今後も引き続き一般市民の保護の重要性を強調するとともにイスラエルを含むすべての当事者に対しまして国際人道法を含む国際法にのっとった対応そして人道状況の改善や人道支援活動が可能な環境の確保等に向けて働きかけを続けてまいりたいと考えております。はい、関係する長谷です。政治人民審査会について伺います。衆院の参議院会の集中審議で立憲民主党は自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題を受けた政治倫理審査会を公開で開催するよう求めています。審査会の公開の実施は国会で判断されるべき事柄だと思いますが、野党だけではなく与党からも公開を求める意見は高まっています。長官のお考えについてお伺いします。はい、政府として政治倫理審査会の開催のあり方については国会においてお決めいただくことであると、そういうふうに認識をしております。はい、ニコニコ長尾です。よろしくお願いします。防衛装備研究の新組織でありますイノベーション研究所の概要について読売新聞さんが伝えております。研究分野はですね、潜水艦や車両等に限られるのか、例えばなんですがインターネットや宇宙関連についてはどうなのか、研究分野の範囲についてお聞きしたいのと、特許への取り組みや今後の人員組織の拡大の可能性についても教えてください。はい、科学技術の急速な進展が安全保障環境にも大きな影響を及ぼしまして戦闘要素を変えつつある中で、画期的な装備品や防衛上の機能を他国に、先駆けて実現する研究開発体制、これを抜本的に強化するために令和6年度に防衛装備庁に防衛イノベーション技術研究所、これは仮称ですが、これを創設することにしております。でこの新たな研究機関におきましてはチャレンジングな目標にリスクを取って果敢に挑戦をして将来の戦い方を大きく変える機能技術をスピード重視で創出をしていくような研究を実施していく予定であるとそういうふうに承知をしております。例えばですが従来用いられてきた音波に代わってですね、電磁波や素粒子などを検出することで潜水艦を探知する機能の研究などについて検討するというふうに承知をしております。また人員についてですが外部の人材も積極的に活用しましてまずは官民で100名程度の規模とすることを検討していると承知をしております。さらなる詳細については現在防衛省において検討中でございまして防衛省にお尋ねをいただければというふうに思います。
ありがとうございます。